霊的な障壁？それがあったか。エマ、解除できそう。ダメ、炎が抑えきれなくなる。そんじゃこのままクライアウトしようぜ。さすがに相手が悪かったかな。トールズの7組、噂以上だったけど、ここまでか。やっぱり深淵か、彼らに来てもらわないと。7組ならまだいるわ。者と共に参上しました。来ちゃいました。なんとか隙はつけましたが。やべえやべえ、ひょっとしてやっちまったか。来てくれたんだ。 ありがたいな。さすがにこの場は危険です。下がっていてください。いいね、そこの近所の小僧。マジかよ。人外と考えた方がいいみたいですね。今ので打ち止めかな。心意気は買うけど、それだけじゃね。甘く見るんじゃないわよ。新7組と第二分校の力、あんたたちに見せてやる。ビーコン設置完了。いつでも誘導できます。デアフリンガー号への無線接続も完了しました。ほら、とっとと呼べや。お願い、ティータ。了解です。ボルトと ZCF が共同開発した新技術か。大した子たちだ。教官、リー、リーさん。ああ、来い、灰の騎士バリバーレ。おう、やってんのよあんたは。
しぶりね、エマ、セリーナ、リーン君たちに、クロウサギも。王子殿下と新七組の子たちは、改めて、お見知りおきを。元帝都歌劇場の歌姫にして、結社見くらう蛇が第二中。青の深淵、ビータクロチルだよ。失踪中の歌姫。こんな場所でお目にかかれるなんて。いつの間に。あの球体は。仮面。デアフリンガー、そちらに兵装は行ってますか。お初にお目にかかる。青のジークフリードというものだ。姿勢の長代理として参上した。知性。それって確か魔女の始祖たちと共に鬼神を作ったけど、そうですね、いろいろとありすぎて頭が麻痺してるのかもしれませんが、本当に大丈夫か。うん、平気。エマの方こそ大丈夫？そうだな、せっかくやっと会えたのに。いえ、久しぶりに顔を見られただけでもよかったです。それよりもいろいろなことが見えてきましたね。私たち全員の今後に関わるような。ああ、真なる物語、終わりのおとぎ話か。みんなで頑張ってなんとかここまで来られたけど、僕たちじゃ手に余るような問題ばかりが見えてきたな。ほら、辛気くせえ顔してんじゃねえ。そうそう、ここは胸を張らなくっちゃ。え？君たちが頑張らなかったら事件も解決していなかっただろう。ああ、突入タイミングも完璧だった。私たち新装備もちゃんと活用してくれたしね。ええ、あの結界が壊れたからバリマールも呼べたわけですし。まあ、少しくらいは自信持ってもいいんじゃない。これで今回の要請もなんとかクリアすることができた。ユナ、クルト、アルティナ、それにミュゼにアッシュも、本当によく頑張ったな。あくまで主役は7組の皆さんですけど、一番頑張ったのはユナさんではないかと。クロスベルの意地、しかと見せてもらったよ。